ミルニアム・ファルコン・スマグラーズ・ランは世界のディズニー・パークのスター・ウォーズ・ギャラクシーズ・エッジ内に位置するアトラクションである。映画スター・ウォーズに登場する半ソロの愛戦ミルニアム・ファルコン号を操縦するという設定である。ラウンジでは注意がホロチェスでジャリックをプレイしていたデスクなどが用意されており、開始までの時間を待つことができる。コックピットには6人が乗車でき、 パイロット、いて、もしくは、航空機関士それぞれの役割のカードがランダムに、配られる。パイロットは、ファルコン号を自由に操作でき、ハイパースペースを起動できる。いては、四方八方にブラスターを撃てる。スター・ウォーズ、最後のジェダイ5が舞台となり、半ソロのミレニアム・ファルコン号の修理のため、中爆下が、ギャラクシーズ・エッジの舞台、惑星バトゥーに寄港していた。 中爆化が必要不可欠な部品と引き換えに、スターウォーズエピソード2、クローンの攻撃と、スターウォーズエピソード3、シスの復讐の間の 3D アニメ、スターウォーズ、クローンウォーズや、スターウォーズ反乱者たちなどに登場した海賊本堂、お腹にミレニアムファルコン号を貸し付けたことから、宇宙への冒険がスタートする。様々な世界のメディアから、ミレニアムファルコンの外観、 内部の再現度は100%と言われている。世界で初めて展開されたアトラクションである。ありがとうございます。